皆さんこんにちは、お見知り半大です。お元気でいらっしゃいますでしょうか。本日はですね、大阪某所をちょっとブラブラと歩いておりますが、楽器も背負って、さあどこに行くのかと申しますと、今日はですね、このね、ここの階段から登っていく知る人ぞ知る場所なんですけれども、今日はブラスラブももさんにお邪魔してきたいと思います。それでは早速潜入してみましょう。じゃじゃーん、ブラスラブももね。カランコロンカラン、おはようございます。おはようございます。お世話になります。よろしくお願いします。NKI さん、こちらこそいつもお世話になっております。よろしくお願いします。ワンちゃんがワンちゃんがすいません、うちの会長です。あ、会長がわあ、こんにちは。こんにちは。引っかかった引っかかった、ごめんごめんごめん。回ってる回ってる回ってる。お名前は福くん、ね、はいはい、福くん。本日はどうぞよろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。では早速ですが、はい、作っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。じゃあお邪魔します。福くんお邪魔します。はい。おー、工房っていう感じですね。このマウスピースのこういうね、ところから、そうですね、あ、向こう旋盤機ありますよね。はい、こういう方があってこんな風に、おお、こちらではいろいろ作業ができるような感じで、はい、ね。では今日はですね、はい、マウスピース、あの、もともとどんな状態のもので、まあどんな作業をしていくのかという。そうですね、もともとはこれ、えらいドンキ出てきましたねこれ。はい。すごいですね。こちらを、はい、もうあらかじめほぼチューバの形にしておいた。はい、これから。なるほど、はい、ここから削り出していく。今日はこちらからの作業になります、ね、そうですね。わかりました、はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、こちらの機械で削り出していくという、はい、あー、すごいですね。動画でたまにこういうね、マウスピース作成してるところとか、あ、そうですね、機械とかたまにね見たりしますけど、はい、リアルに見るとなんかこう興奮しますね。ここにマウスピースをがっちり取り付けて、綺麗ですね。これを、これの触れがなくなると、0.01 単位で、はい、この中心が見れるという、なるほど、ものですね。で、縮めして、ああ。なるほど、ズレがないというか、ズレがないようにして、正確なところにして、はい。で、こうすると回したときに綺麗に、綺麗に、はい、回るので。なるほど。そしてここからこれで、ガッといってドーンの長さが出来上がったわけですね。はい、なるほど。そして次にスロートですね、一番細い部分、はい、8.2mm。 はい、スロートが 8.2mm、 ここに取り付けて、
これでスロートが開きました。ああ、なるほど。そういう風にしてこうスロートを開けるんですね。そうですね。うん。そして次にバックボアですね。はい、これは図面を引いて作ってもらった、はい、バックボア、リーマーっていうもので、はい、バックボードの白の円錐の形状を作っていく。ですね、はい、これでこの刃の角度を、はい、いわゆるシャンクですねの角度に変えて、ここのコブの部分の太さに18ミリが今21ミリなので、これで20ミリ、19ミリ、少しだけ太く 18.5 で止めておいて、はい、でその次にいわゆるシャンクの太さをこれから決めるんですけども、はい、ファーストインテドームはいわゆるアメリカンシャンクになるので、はい、これが一般的な、ヨーロピアンシャンク、ちょっと太くなりますね、はい、に対して、アメリカンっていうのが、まあ、ヤマハとかと同じぐらいになるんですけども、これがもともとここで止まっていたものがここまで入る、はい、約6ミリぐらい差が出ます。6ミリぐらい、はい、全然入らないので。ああ、なるほど、入れてみる、はい、しながら、これで測るときになる。これでだいたいシャンクと同じ長さぐらいになっているので。ああ、なるほど。もう少しだけ、
削ってて不思議に思うところあったら質問いただければ。はい、はい、これで少しここが太めになってます。はい、なるほど。これで 4.5 なので、次にですね、これ便利ですね、くるくる回して、くるくる回して本来他の刃ですね、うん、バイトっていうんですけども、それをいくつかつけておくと非常に便利なんですよ。なるほど。ただ手を引っかいたりして危ないので、うちは外してますね。あ、なるほどね。こうすると大きさの変えたものが、刃を付け替えて、刃を付け替えて、なるほど。15.8 なので、こんな感じ。風にしてちょっとずつ合わせていくんですね。そうですね。もう完全手作業。これがCNC 旋盤ってコンピューター制御のものだったら、はい、もう簡単にどんどん削っていってくれるんですけども。なるほど。よいしょ。で、次にこれでこの辺の大体のおおよそが、はい、できた状態なので、この旋盤目と呼ばれるものですね、はい、これをきれいに。ああ、なるほど。しまうと、はい、楽器に取り付けたときにガタガタしてしまうんですね。うんうん、なるほどね。で、このガタガタしないように、ほう、今これ何を書いてこれは角、マジックで、はい、この角度を確認して、ここが当たっているので、ここは書いたまんまっていうことは、ここだけちょっと今膨らんでる状態になってます。ああ、なるほどね。そこを削っていく。そうです、そうです。これで、少し削って、そうです、そうです。書いていって。で、さっきここだったのがこっちに変わってますね。はい、なるほど。
変わっていくんですね。そうですね。でこれがあのきちんと当たる前面に当たるところを、はい、で、サンドペーパー、ああなるほど、で細かく綺麗に目を、整えてあげれば、うん、シャンクの完成ですね。はい、で次にうちが作っている規定値の部分でここのコブを作ります。一番細いところが 13.5mm なので、はい、今 14.8 ですね、うん、で深く入れて、この刃を自分で動かして曲面作ってあげるんです。すごいですね。で先端がこれ尖っているので、はい、ここは丸いデザインになっているので、こういう丸いヤスリで当てて、はい、きちんと丸く、これで今の太さが現在14なので、あとコンマ5ミリ深くですね。すごいですね。シャンク部分作るだけでもかなり、そうですね、まあ、特にこんな作り方してるのはもううちとかそれぐらいなので、ね、完全手作業で、それだからこそ人こう、ね、あのアーティストとかのニーズにちゃんと応えられるというか、そうですね、まあ、ここの例えばこのコブの、はい、ここの太さ一つとってもあの音って若干変わったりするので、するね、よいしょ、これでぴったりの、ぴったり、はい、でここも一緒と、これでこうなっている状態ですね。はい、はい、こことここが、おお、本当だ、すごい。その次にこのコブを作るんですけども、はい、これをまた平面の角度なしに合わせて、ここで見るともうちょっと、この太さが 15.5 で、ここが
53なので、次にもっといってドーンの外形ですね、はい、これでいよいよボディの外形に。そうです、そうです。38.5。これ掴んでるので削れないので、なるほど、ここの丸みを。もう完全手作業ですね。そうですね、すごいな。この局面はやっぱり慣れないとできないですね。ああ、でしょうね。コブの大きさが、5ミリなので、あ、すいません、現在 5.5。15.5 にするにはあとコンマ3ミリ。コンマ3ミリ。コンマ3ミリ。で、中心のところですね。
部がちょっとさっき大きめに作ってたので、上側の溝の部分をきちんと、はい、大事なとこですもんね。そうですね、これをこれで一番細いところが上になって、でもうちょっと細かな丸ヤスリで綺麗に仕上げて、で今の段階だとコブがちょっと四角いんですよ。ああ、はい、はい、でこれを少し丸く、ちょっと角張ってるのを丸く、三角下げ、はい、で、きちんと丸く作ってあげれば、おお、綺麗。これで、おお、本当ですね。ここまでは同じ形で、はい、この太さが違うものができると。なるほど。はい。でこれで反対側が終わりですね。はい。シャンクサイド。シャンクサイドが終わりです。全長が98.6 なので、うん、はい、規定値ですね。すごい。でここまででだいたい30分ぐらい。30分ぐらい。大変だ。昨日に1本3時間ぐらいかかりましたし。今でだいたいどれぐらいでできるんですか。今多分ガーッといってドンだったら1時間半ぐらい。すごいですね、1時間半か。でもこんだけの工程を経ないと出来上がらない。そうですね、やっぱりこんだけ手作業でやろうと思ったら、それはやっぱりね、ちょっとね、どうしても、ね、どうしてももう本当にマンパワーですからね。マンパワーですね。ねえ、で手作りだから個体差っていうのがあるんですけども、はいはい、それはもう全部拭きながら調整していくので。そうですね。でこれはあの素材をそのまま爪で掴んでしまうと傷つくので、はい、傷つけないためのポレットって言われる、はい、でこの
例えばこれがこれだけ触れてる時、はい、数値にすれば 0.04 ずれてるんですけども、はい、回すとすごくここがブル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 って触れてしまうんです、ね、ちょっとブレてるんですね、はい、うん、でこれだとやっぱりマウスピースくるって回して拭いた時にガタというか空気の流れが上向きと下向きで変わってしまうので中がこう、そういうことか、こういったりこういったりするので、はい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 、これを細かく合わせていくと、はあ、この一目盛り以内に収めて、若干これが触れるのは僕が手でこれ回してるからですね。あ、なるほどね。はい。なるほど。すごいな。これが今大根52ミリなので。はい。ガーフといって本が49ミリ、これはリムの幅を決める方法ですね、はい、51ミリからちょっと切った 50.5、 これで 49.5ミリ、9.65 ですね、やっぱり、うん、49.3、 49.1、 49.05 にしておいて、05、ああなるほど、ヤスリで仕上げて、ちょっとどこしたってヤスリで仕上げて、はい、線盤ってどうしてもちょっと、はい、手作業の手線盤ってずれる、ずれるというか、はいはい、ペーパーで仕上げたりするのでその分を計算しておいて、うんうん、データはですね、貼っつけながらそれを確認しながら、はい、で、56.0、
が 32.3 数値が 19.7。37.5 なので、ここでもう一度仕上げに入るんですけども、はい、中心が合ってるか合ってるかをきちんと出てるまんまですね。削ってるうちにだんだん触れてきたりするので、はい、うん、ドーン の, あのリム下の斜めの部分を作って、はい、これで今マスピースお持ちだったりされます？持ってます。あの横に並べていただいたら、例えばヘビータイプって言われたら、はい、ここで止めちゃうとかいう手があるんですね。ああなるほど、はい、これで、はい、ここが 32.7 ミリなんですけども、ここですね、はい、これデータ落としたらいいですよね。あこういう風に、はい、ちょっと太いので、あとはここを仕上げて、はい、いくということですね。ありがとうございます。確認で、はい、いけてますか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ムク君、危ないから気になるもんね。
目が大きいから切り子入ったらかわいそうなんですね。あ、そうですよね。はい、今現段階で 34.5、 こんな風にダイエットできたらなって何回も何回も思うんすよね、ほんまに。でちょっとずつ削ぎ落としてたら本当にくびれとかも自由自在ですからねいいっすねあのそれをいつもあの社員の子に言ったら血まみれになってもいいんすか削られるから、そうそう、あの血まみれになってもいいんやったらやりますよってグロいしやめとく16.4、いや、ほんと細かいな。16.1 からの33で、最後に薄皮1枚仕上げて、同じ腕だけ回したらまっすぐ切れるし、こっち早くとかこっち早くで、あの削り方が変わってくるんですね。そしてここからが GD のスクエアカップですね。手書き線入れたところから、この根元
とそろそろ研がないとダメですね。キレが悪い。ものですよね。はい。外観がほぼ終わりですね。綺麗、めちゃ綺麗。これちょっと面白い話をすると、はい、今ここ直線にしているんですけども、まっすぐ、はい、少しここ膨らんで見えるんですよ。ああ、はい、下の方が。はい。で、これを下の方が本来こっちとここって同じ太さなんですけど、目の錯覚でここが大きいのでぷくって、はい、こう膨らんだように、ひょうたんのように膨らんで見えるんですね。はい、で、これをここですね。ここまで約ほんのちょっとした傾斜をつけてあげるだけで、はい、あの GD のようなこうスーッとなってるけども同じ太さに見えるっていう。もう一回芯を出します。これが微調整ですね。例えばここをですね、この今毛がいたところ、この毛を30ミリにしてあげると、これが で言ったら本当ごくわずかな角度なんですけども、うん、で、もう一回さっきの位置ですね。ここから。
てあげると、そして膨らんでるのが消えるという。なるほど。真横から見ていただくと分かりやすいです。これで、ね、GD の何とも言えない美しいラインが、なるほどね、はい、出てきますね。綺麗ですね。すごい。これでアウトサイドのデザインが完成ですね。ほー、最初の重さはですね、はい、中身くり抜かない状態の時の重さが、はい、444.2kg。 でこれが中身を削るとまさにトランペット1本分ぐらい軽くなるんですよ。マジですか。トランペット1本の重さがだいたい 100g 弱、96.3 とか、はい、うんうんうん、それぐらいなんですけども、ごっそりなくなります。ああ、こっからカップの中削ると、カップの中を削ると、はあ、すごいっすね。ちなみにこのブランクの状態で何グラムぐらいあるんですか。はい、これね、もう多分測定できるんですね。エラー1キロを超えてるんですよ。あ、そっか、この丸棒の状態だったらキロ超えてるんや、はい、これが500までしか測れないから、はい、あ、そっちがまたあるんですね。あ、これでもエラーなる。1キロオーバーですね。ああ、じゃあキロ超えてるんですね。はい、計量範囲は2キロになってるんですけども。なるほど。これミリじゃなくて0、こっちにすると731.5。あ、これでもやっぱりそれぐらいするんですね。はい、でこれだと、あ、もう2キロオーバーです。2キロ超えてるんや。はい、2キロか。こういう、そうですね、そうですね、ジムにあるような、ジムにあるようなやつですね。なるほどね、すごい。はい、じゃあそこから、そこから次に中身、中身を削っていくと。すごいな。お、はい、金型ですね。金型、はい、そこに合わせてコピーして、はい、こういう筋が、そうですね、コピー線が入るんですね。コピー線が、はい、うん、で、お客様からの特注依頼の時は、はい、これがつかないように薄いテープを貼って、ああ、なるほど、はい、するので、テープ分さっぴいて、テープ分さっぴいて計算しながら、もうそこは感覚ですね。ですよね、すごいな。よいしょ。ではこれで、はい、エアで飛ばします。はい、よいしょ。なんかこの雰囲気が味ありますよね。昭和感。そうですね、もうほんと下町工房みたいな感じですよ ね。ほんまに東大阪のなんか工場みたいな感じ。これも同じように、はい、例えばこれ今フレが大きいからさっきの話分かりやすいと思います、はい、すごいグラ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 、本当ですね、グラグラグラって揺れてますね、はい、でそこで合わせていくと、ここから
この20ぐらいまでだったので、こっち側硬い。でこれであの、よくマウスピースを曲げて、はい、ここから曲がってませんかって言われるんですけど、こっちの方が切れてるのでここからは曲がってないですね。あ、なるほど。ただトランペットとかで、あの強く叩きすぎると曲がるので、ここはもう経験で。なるほどね。マウスピースの大きさとか金属のあれで違いますもんね。そうですね。これは木槌だと効かないんですよ、こっち。あ、合わせるのも一苦労ですね。結構力入りますね。ね、誤差がなくなってきた。誤差がだんだん。なくなってきましたね。あともうちょっとなんですよ。すごい。すごい、めちゃ綺麗、全然誤差ない。でこれで、ああ、ピタッと止まっているやつ。はい、なるほど。そしてすいません、これは完全にこの金型ですね。はい、この高さを合わせて、そしてサイド。お、決めて。ちょっと、ちなみにこうやって削るんですけど、見え、はい、あ、なるほど。こっちから行った方がいいですね。あ、すいません。大丈夫です。はい。あ、なるほど。ただ削るのが内側だから見えるかどうか。あ、そうですね。ここでやれたらホルムぐらいの中が回っていくなりますね。小さいということは、だいぶ削らなあかんですよね。だいぶ削らなきゃダメですね。ま
まだ金型の方全然当たってないですもんね。はい、ここまではもうある程度の力入れて、うん、このバイトを折らないぐらいの負荷で、はいはい、荒削りをしていくんですけども、中が大きいから遠心力があって、はい、ここが細いので折れるんですよ。力を入れていると、はい、ここが引っかかっても削れなくなってくるので同じ形になると、うん、なるほど。こういう状態ですね。はい、でここから、次に荒削りが終わったので仕上げですね。はい、ここが一番近い。これを失敗したらもうさっきまでの時間が全部無駄になる。うーわ、そりゃ緊張感が走る。よいしょ。まずここがここが当たってこっちまで空いてるから、ほんの少しだけ。よし、で次に
たりに合わせて、ここの精度が内径に影響してくるので、これがずれると大きい小さいが、金型の方の針とこっちの削る方の刃が、はい、そうですよね。まるっきりコピーして写してるわけですもんね。そうですね。だからこの時に金型の方に傷があると、うんうんうん、あのその傷を一周ぐるってやるから、あ、なのでもしあのお持ちのマウスピースと全く同じのが欲しいっていう時には全体に傷がつく前にコピー取った方がいいですね。ああ、なるほど、はい、コピーがついてからじゃあもうそのこ 傷がコピーに影響すると。そうですね、誤差になっちゃうと。しかもそれがあの割と大きな誤差になるので、うん、回しながら削れますもんね。はい、一箇所のへこみを全部って考えたら、うん、楽器のベルについたへこみを一周全部つけることになりますね。そうですねそう考えると怖い。もう中からヘビ飲み込んだとかね、あんな風になっちゃうからやっぱり唇のコントロール性っていうのが変わってきますね。そうですね。そしてトップ。リムトップやっぱ当てた時の印象とか、あの内径の感じ方が全然変わりますね。そうですね。リムの唇に接点があるところ、うん、やっぱりそこで、なので例えば同じ内径でもあのここの一番トップが外と内で、はい、あの大きい小さいって変わってきます。うーん、ここがバイトですね。唇が震える引っかかりの部分、はいはい、鋭いと音の立ち上がりがはっきりするんですけど、長時間吹いてると口が痛いって感じる方も、はい、削れなくなってきたら、うわっと、これで、これと同じ形に、綺麗な金型と、はい、ウリ2つと、はい、中身が一緒。そうですね、リムと内径がこれで出来上がったと。すごいな。で、あとは形を崩さないように、はい、中にペーパーを当てて、うんうんうん、紙やすりで整えると、はい、この時に角はやっぱりあの削れやすいんですよ、うんうんうん、だからちゃんとこう逃がして、このショルダーの部分とかももう見えないので手の感覚で、そうですね、綺麗にしてますね。
作ったところで、うん、こういう状態、はい、で、ピチュッこの旋盤目が荒いので持って、はい、旋盤目の状態だったらあの空気だまりがカップの中で生まれやすいので、あその音の発音をはっきりさせたいときにはそのまんまでも大丈夫かなって思うんですけども、はい、まあ、うちはあのどっちかっていうと綺麗な、うん、ノイズの少ない音っていうのを目指してるので、うん、こういうふうに綺麗に旋盤目を取ってしまう、うん、なるほど。そっか、行くところまでしか刃が届かへんからやっぱその旋盤目っていうのはそうですね、つきやすいですね、はい、うん、よいしょ。で、あとはリムですね。あ、はい、はい、入ってます。でリムはペーパーかけすぎると簡単に丸くなってしまうので、はい、この当てる回数とかその辺を全部決めておいて、この丸のところをきれいに磨きつないぎ直してで終わりですね。ついでに旋盤よりこっちの方がちょっと回転数が早いので、ああそうなんですね、はい、あの少しだけこうやってさっきの旋盤で取り切れてなかった旋盤目とかをきれいに整えたり、なるほど、 GD の完成ですね。うわーすごい、完成でございます。完成です、素晴らしい。すごいですね、ぴったし1時間半ですよ。で、さっきのあの重さ、はい、285 444.2 から285を引いたってなるので、はい、だいたい160、うんうん、285なので約 160g って言ったらトランペット1本より1本分ちょっと重たいですね。これが 96g、 あーなるほどね、はい、約 1.6 倍、それぐらい削っちゃうと、はい、この中だけですごいですね、はい、この中だけでね、はい、でここから、音響処理っていう、はい、うちの加工をするんですけども、はい、それが大体ね1時間半から2時間かかるんですよ。へえ、そんなかかるんですね。なのでどうそれってあの、はい、あれなんですか、その門外不出、不出のテクノロジーですよね。映しても大丈夫ですか。はい、師匠、僕が師匠勝手に映してはいって言っちゃったのか、お師匠様のね、はい、はい、から受け継いだ技術で、なるほど、こうやってあの削った時にあんだけずっと、はい、うんうん、まあ、バイトって切れてるんじゃなくて削り取ってるんですよ、はい、だからずっと表面がこっち向きに引っ張られてる状態になるので、うんうん、はい、それを一回リセットさせる、まあ、再結晶ですね。あ、なるほど。そう、金属粒子があるんですけども、はい、その粒子の、この結晶界とかその辺のやつを全部、うん、リセットするためにっていうのと、その大きさとか、はい、あのこれが全部向きが変わってたりするのを整え直すっていう、そうするときちんと、なるほどね。ちなみに音響処理の差はこれと、はい、あの普段使われてるやつは欠けてるので、はい、吹き比べていただいたら、あ、なるほど、はい、出るかなと思います。わお、ちょっと吹き比べさせていただいてもいいですか。はい、もちろん、ありがとうございます。ちなみに磨きをしないといけないので、その場合、はい、磨きますね。すいません、真っ黒になるので。すごいですねこれ。え、あ、この中の機械って、こう、あ、そうかそうか、そうです、これが回転して、これであの磨くと、磨いて、あー、なるほどね、はい、なるほど。ちょっとじゃあこちらからすごいので。
で素手では持てないぐらい熱い。あーでしょうね。そして準備運動を始める人はい、すごいピッカピカになった。わーおピカピカですね。はい、じゃあ早速テストさせていただきます。はい、ではマウスピース出来上がりましたので、こちらが今削り出していただいた方ですね。ロットナンバー18番でございます。こちらがいつも市販台が持ってるオリジナルの方でございます。 403GD。 この2つちょっとね吹き比べてみたいと思いますので、ぜひ聞いてみてください。まあ、最初にオリジナル言っておきます。はい、18番テストしてみます。ちなみに今回削っていただいたのはユニバーサルシャンク、ユニバーサルシャンク今回削ってるのがあのアメリカンシャンクですね。あ、今回アメリカンシャンクだよね。はい、市販台のやつがユニバーサル、ユニバーサルシャンクっていう、はい、はい、太さ的には PT、ペラントッチさんでいう S シャンクに近い。 S シャンク、はい、はい、あれ S シャンクっていうのはスモールシャンクじゃないんですよね。そうですね、どう言ったらいいんでしょうね、あれってスタンダードシャンクなんですね。スタンダード、うんうん、だから我々学生の頃ずっとスモールシャンクやと思ってました、はい、違うやん言うて、はい、なぜスタンダードかって言ったら、はい、やっぱりロータリーの楽器とか、うん、あとヤマハさんとか、うん、そういう一般的なやつってあのスタンダードぐらいのものが多いんですよ。ああ、なるほど。で、それに対して楽器が大型化してきた時に、はい、そのレシーバーもちょっと大きいもの、主にヨーク社が作っていたものとか、はい、ヒルスブルナー社が作っていたものって少し入りが深く入るので、はい、そこを、合わせるためにヘルバーグ2とかが、うん、そういったちょっと太めのものになっていて、うん、でそれがあのいわゆる今の言うユーロシャンクって言われるようになってます。はいはいはい。で、ね、はい、ノーマルシャンクって言われるものはそれとのちょっと間ぐらいですね。なるほど、はい、結構あの種類あるんですね、やっぱりね。結構あります。チューバーも XS、うん、いわゆるオールドベッソンとかあの辺のやつを比べるとかなり多いですね。あ、そうか、あのオールドベッソンってほんと入らないですもん、ね、入らないですね。もう先っぽ入ってもそうですそうですで、ね、スタンダードよりも3ミリぐらい入って角度を少しだけ変えないとダメなんですよ。なるほどね。じゃあ今回削り出していただいたアメリカンシャンクの方をちょっと吹いてみたいと思います。はい、おいいですねまだ音響処理ができてない状態なので、はい、ここから音響処理を施すのと、それから加工ですね。そうですね、今あの市販台がこう持ってるオリジナルの方は今あの実際に販売されてる方マウスピースは 403GD は、表面をサテン加工にしたいの で、これまだサテンになってない状態で削り出したまんまなので、そのサテン加工をするのと音響処理をするのとでまた変わってきますよね。変わってきますね。そして最後にシルバープレート銀メッキで、そうですね、メッキが変わるとまた違ってきます。はい、これ例えば、はい、今サテンかけてもらって違いを見るっていうのは大丈夫ですか？できますよ。あ、すごい。はい、じゃあお願いしていいですか？お預かりします。すいません、お願いします。行ってきます
ません、失礼します。めっちゃ早い。え、そんな瞬間でできるんですか。はい。このサテンは。ありがとうございます。うわ、サテン入りました。ジェジェーン。かっこいいですね。かっこいいですね、サテン入ると。何より車検のいいところって傷が目立ちにくくなりますね。なるほど。ずっと使ってても。なるほど。でこれであれですね、効果的には、はい、表面のその面積がちょっと増えるんですよね。そうですね。表面積が、表面があのつるっとした状態からなみなみに変わるんですよ。はい。なので響きが少しこう乱雑になって音がちょっと豊かになるかなって、はい、なるほど。ただその分輪郭がはっきりしないって感じる方もいますけども、うんうんうん、響きが増えて少し輪郭がこう、ま、丸くなる。なるほど。ちょっと試してみたいと思います、はい、ただ GD はもともと設計上はっきりする形なので、そうですね、うん、あ、丸くなりましたね、うん、ちょっとふくよかな感じ。あ、低音いいですね。GD らしくなりました。なりましたね。そしてあの GD よりも少しこう、うん、ちょっとコンパクトなのがまだ音響処理がしていないっていうところですね、うん、ああなるほどね、はい、そうか、音響処理をするとこの金属 の、まあ、あの性質を全部正しく整列させて、ね、はい、少しこうすっきりした感じにも、ね、そうですね、うん、やっぱりあの全然音のこの輪郭とか、まあ、吹奏感が一番に変わってくるので、はい、なるほど、すごいな。いや今回もいいのができましたね、はい、これロットナンバー18番、ここに売ってありますね。このロットナンバー18番っていうのが売ってますが、このロットナンバー18番、さて誰の手に渡るのでしょうか。はい、ありがとうございます、ブラスラボ代表の中井と申します。こちらですね。じゃじゃん、ついに制服ができました。すごい、これかっこいい。はい、マスピースこのようにあのその場で削るっていうこと可能なんですけども、事前にご連絡いただいて、であとどういうふうなマウスピースにしたいかとか言っていただいたら、一から全部削り出すことも可能ですので、またもしよろしければ遊びに皆さん来てください。あと、あのどんなことでも楽器の本体の調整とか修理もしていますので、いつでもあの遊びに来ていただけると、嬉しく思います。はい、あの会長とももも一緒にお待ちしてます。あ、そうですね、ね、会長がね、はい、あのこう足元でくるくる回ってくださるので。そうですね。ね、いや、はい、今回本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。本当にね、あのできるだけたくさん多くの方々にこういうことを知っていただけたら、はい、あのね、ももさんの製品の良さをね分かっていただけるかなと思いますので、ぜひ皆さん、はい、あのももさんのマウスピースぜひお試しあれ。ありがとうございます。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。はい、それではありがとうございました。さよなら。はい、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございました。すごい。いやいやいや、もうそんな1時間半で削り出してしまえるんですね。もう相当慣れました。いや、すごいですよ。なかなかこう1時間半でこう削り出すっていうところまで行くのって、あの、さんに1時間半で削るって言ったら、えって言われました。もう
専門職の人たちの中でもそんな1時間半とかでまあ大量生産してるところとかあれですけどね、まあ、早いですよ早いところわーって削っていくので羨ましいと思いながらいつも見てますもんそうですねいやもう本当今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。しおみさん、はい、もしご興味あればなんですけども、はい、おなこれ次回動画予告ペヤング超超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 超大盛りペタマックス辛味噌ラーメン、これ動画のネタにいかがでしょうか。まあありがとうございます。前回もあの焼きそば、もうペヤングの焼きそば の、はい、の超超超超大盛りペタマックス、はい、いただいて、はい、いやもう家族と美味しく食べさせていただきましたけれども、 あ、はい、ありがとうございます。いただいていいんですか。もちろんもちろん、絶対に一人で食べないでください。ありますよね、はい、すごいな。でお湯 2.2 リットル必要ですので、これちょっと待って、ここに書いてある4197キロカロリー、はい、成人男性3日分ぐらいですね。すごいっすね。すいません。なので中馬吹き果たして食べるのか企画本当や、あの G2 先生とかに食べさせてみるとか。そうですね、はい、ちょっと生徒たち呼んで、あの、はい、みんなでいただきたいと思います。あと誰が一番食べれるのかなどなどの企画に。すごい、すいません、もう本当お気遣いいただいてありがとうございます。はい、じゃあぜひいただきます。重たいですよ。いただきました。